はい。というわけで、ちょっと前にメールが来まして、うん、何のメールかっていうと、日本柱の会からお知らせということで、AKB の、うん、あの、日本柱の会っていう、オフィシャルファンクラブになるのかな、うんうんうん、それがあるんですけど、自分それに入ってたんですよ。はいはいはい。で、それが2022年の12月31日で、閉会させていただきますということで、日本柱の会なくなるんですか。なんかいろいろあったんだな。いや、っていうのは、なんかちょっと AKB モバイル版のオフィシャルサイト、はい、AKB モバイルっていうのがあるんですけど、はいはいはい、そっちも、なんか同じ感じのことをやってて、なんか、あの、どっちがどうでどうでっていうのが、なんか、昔は一応いろいろこういう基準があってて、なんか、分けて考えられてたところが、ここ最近やっぱスマホ時代になってきて、時代変化がそこに追いついてなかったんですよね。なるほど。モバイルも、ガラケー時代で、モバイル会員っていうのがあったんですけど。なるほど。書き入れはなくなっちゃったんだ。そう。スマホになって、そう、二つある意味あるっていうので、はいはいはい、モバイルに統合されますみたいな感じなんですよ。ね、で、いろいろ見たら、これ、2011年にオフィシャルファンクラブとして発足してるんですけど、自分見たら2011年の12月、本当に、日本柱の会っていう会が発足した時に入会してたんですよね。うんうんうん、へー。だから、本当に10年。おー。ずっと入りっぱっていう。10年 ?10 年。やば。お金かかるやつですか？お金かかります。あ、でも、1年で、多分700円ぐらいなんですよ。へー。で、何がメリットあるかっていうと、一番は、劇場とか、はい、あとは、コンサートの、うんうん、優先申し込みみたいなのがあるんですけど、まあでも今 NGT モバイルとかそういうのもあったりするんで、うんうんうん、まあ、なんかそれの一つの、NGT モバイルも持ってれば一つ申し込みができるし、うんうん、その柱の会に入ってても一個権利が得られるんで、うんうんうん、なんか一回の申し込みで二つ三つ申し込めるみたいなイメージの一つとして日本柱の会に入ってたっていう。うんうんうん、まあ、ただそれで、それにしか使わないのに700円どうなんだろうっていうふうにちょっと思ってたんですけど、まあ1年だから1ヶ月で考えたらそんなにだし、まあいいかと思ってたんですけど、まあこれを機になくなるっていうので、で、改めて、そうか、2011年だと10年かちょうどっていう、なんか感慨深いなと思って。そうですね。そう。ちょうどね、柱の会っていうのがあったんですよ、もともと。で、柱の会っていうのが、日本柱の会になりますっていう切り替えのタイミングだったんですよね。へー。ファンクラブが新たになりますみたいな、うんうんうん、で2011年っていうとちょうど一番 AKB 盛り上がってる時期だったんですよ。あー。で自分もそのそれより前から AKB はそのずっと見てたんですけど、はいはいはい、2011年ぐらいからコンサートもやっぱ行きたいよねとかっていう風に盛り上がってきて、そこで申し込んだのが最初だったので、なんか、振り返ると長かったなというか、ここ入ってなかったら多分行けてないで、あの、コンサートとかもあったりするわけない。一応劇場とか、そのライブとかも、日本柱の会の、その、権利使って申し込んだりもできるわけだったので、まあ、それがなくなるのはちょっと寂しいなっていうふうに思いつつ、ただやっぱ正直使ってなかったので、まあまあまあ、まあ一本化するのはいいかっていう、ただお知らせてきて、ああちょっとなんか寂しいなっていうのがあったので、ね、動画にしてみようかなっていうふうに思ったんです。10年も経ったね。そう、2011年というとちょうどね、フライングゲットとかじゃないかな。おお、うん、フライングゲットとかあの辺の時代で、やっぱ一番 AKB としては、うんうんうん、あっちゃんがいてとか神セブン時代の一番盛り上がってる時期ぐらいだったと思うんで、そっから10年経って今の AKB ネモハモルーマーじゃないですか。はいはいはい、だいぶ世代交代というか。本当変わったよね、雰囲気。雰囲気そもそも違いますもんね。違う、全然違う。違うね。うん、全く違うよね。違う。違うな。なんか神セブンっていうのが今もうないわけじゃないですか。そのなんか総選挙もなくなったし。はいはいはい、はい。だから、ちょっと売り方も。昔が懐かしくなると同時に昔の方が良かったなって思いもちょっとあるんだよね。いや、自分もそうなんですよ、正直言うと。今の AKB は今の AKB いいんですけど、やっぱ昔ほどの盛り上がりあるかって言ったらやっぱないんですよね。爽やかなんだよね、昔の
かし。そう、神セブンのあの強さってやっぱ華やかだったなって思うっていうか、斬新だったし、ね、うん、もあるし、やっぱあっちゃんのセンター感はすごかったんだなというか、あれだけやってる時はなんであっちゃんセンターなのとかめちゃめちゃボロクソ言われてた時期もあったわけですけど、今考えるとあっちゃんの凄さ分かるなってなるし、あの時のメディアの出方えぐかったしなとか、えぐかったね、なんかどこ見ても AKB だし、そう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 、24時間テレビも、ね、AKB の時がありましたけど、その当時やっぱ一番盛り上がってたな、盛り上がってたね、うん、自分もなんか一番コンサートも DVD とか見たりとか、うん、毎週見てて、あとはテレビも毎週録画してとか、でちょうど2011年なんで、はいはい、一番最初に自分が東京に出てきた時期だと思うんですよね、おそらく。なのでその時期って東京に出てきたら握手会行けるかなとか思ってたんだ。 あったし、東京でしか放送されてない番組とかもあったんですよ、はいはい、週刊 AKB っていう、ちょっとなんかに夕方にの時間帯で30分番組みたいなので、なんか本当にコアなファンが出るようなのがあったりとかして、それが録画できるとか、その当時おしめになった指原莉乃さんの冠番組というか、サシコのくせにっていうのがあったんですけど、それも東京じゃないと見れなかったんで、それもこっちに来て見れるとか、めちゃめちゃ盛り上がってた時期ではあったんですよ、一人で。そう、まあ、ただまあ仕事関係で正直一回もコンサートも行けず、劇場にも入れず、握手会にも行けずだったんですけど。何ヶ月いたんだっけ。いや、1年ぐらいかな。1年結構いたんだ。1年、いや、そんなじゃないですよ。でも1年もあったのに行けなかったって。だって半年ぐらいは仕事で死んでて、もう半年はもうなんか自暴自棄というか精神的に死んでて、もう一歩も家から出ないみたいな、本当に影の人生を送る時代だったんで、やば、そう、本当にそんなでしたよ。ただその時にやっぱ常に楽しみでずっと見てたのが AKB の番組だったんですよ。仕事で取りだめてたその番組をその機会だからっつってずっと見れる。ビデオですか。ビデオで録画してて、ビデオというかパソコン、その当時パソコンとテレビの一体型のが流行った時期で、それで見てたんですけど、だからそのぐらいからパソコンめっちゃいじるようになってとか、ああ、テレビ内蔵型パソコンみたいな、あ、そう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 、あったな、うん、あったあった、だからそれで録画して、だからその仕事を辞めてやることなくなったから、じゃあそれ見ようって言っていや本当にもう精神的に病んでたんですよ。え、その時が無職だったってこと？そう。な、都内いたんだ無職の時。そんなに長くはいなかったんですけど、はいはいはい、辞めて最初の数ヶ月はいたので、その時期は本当にもう毎日、何年ぐらい、何ヶ月ぐらい続いたんですか？数ヶ月、2、3ヶ月じゃないですか。早い。仕事自体は、まあそれぐらいで、はい、で、その後2、3ヶ月、その時期があって、はいはいはい、まあ、部屋で、そういうの見たりして、はい、まあ、本当に仕事漬けだったので、はいはいはい、もう何も考えられなかったのを、一回もうじゃあ全部リセットしようと思って、気分を入れ替えるために。で、その時にちょうど、サッシも、こっちに来てたので、え、そうなの？そう、あ、じゃあサッシとも会えるじゃんって言って、その当時モンハンがすげえ流行ってたんですよ、 PSP で。だから2人でモンハンしに秋葉原まで歩いていたりとかしたのも記憶に残ってるんですけど、そうそうそうです。すごい。でその時期に一番音楽とか番組とか一気に見た時期がそこだったんです。時間があって余裕がある時は見ようかなみたいな、あ、まあ、取りためてた番組を一気に見る。そんなに溜まってたんですか？ちなみに。いや、そんなにっていうわけでもないけど、まあ今まで見たのを改めて僕見返したりとか、コンサート見れてなかったやつをじゃあ DVD で一回見ようとか、そういう風なのをしてた時代だったかな。でも楽しかったじゃないですか。楽しかったっすけど、でも、そうっすね。まあ一番、なんだろう、解放されてた時期ですよね。ですよね。仕事がもう、仕事しか考えられなかったんで、本当に精神的にやばい。でもその振り切った時って気持ちくないですか？やめた瞬間が気持ちよかったっすね。
や、多分やめた人しかわかんないですよ、これは。もう、死んでて、やめますって言って、やめて、もう、その仕事場から出た瞬間の解放感たるや。え、何週間前からやめますって言ったんですか？ 1 ヶ月前。いや、もう無理だったんですよ。当日やめますって言って。あ、言ったんだ。当日やめます。揉めました、めっちゃ。え、それはないだろうって言われましたけど、はいはい、もう考えられなかったんで、もう無理だと思って、うんうん、これは多分一旦逃げるっていう行動をしないと、うんうんうん、ずっと追い続けられるんだ、これは。ってなって。何時に行ったんですか、その何時頃にやりますって言ったの。いや、もう入って、まあ社長がいるわけですよ。社長が結構早い時間に来るのが分かってたから、そのタイミングに合わせて誰もいないタイミング見計らって行って、うんうん、すいません、ちょっと話があるんですけどって言って。朝6時とか？いや、7時とかか。7時、8時くらいか。はい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 。前日から考えてたんですか？ちょっと、合わねえな、やめとこう、やめた方がいいなって思って。いや、合わねえなっていう脳すらなかったんですよ。もう、とっさに？いや、もう、あの、なんていうんですかね。もう、半分その、職場人間っていうか、はい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 、だってもう、その時期だと、家に帰っても、本当に、シャワー浴びるとかにしか帰ってなかったし。やば。仕事場で仕事して、うん、徹夜明けで、5時ぐらいに。徹夜。ブラックだ。ブラックだった。5時ぐらいに1回、家に帰ります、うんはい。シャワー浴びて、ご飯食べて、30分ぐらい休んで、もう1回家出るみたいな。やば。無理だ。で、休みなかったんですよ、その期間ずっと。はいはいはい、最初入った時は土日休みですって言われてたのが、隔週休みになり、いつの間にか休みなくなってて。いや、やば、なるほど、すり替え。いや、あの、大々的には休みはあるんですけど、ただなんか、一番下っ端なんで、入社したてで、全部仕事が下に回ってくるわけですよ。それやってないと次が回らないっていうので、結局、次の日、次の日ってどんどん回ってきて、量が溜まってるわけじゃないですか。休んでらんないですよ、もう。だからそういうのもあったりとか、あと勉強会とかも参加してたりとかしたんで、外に出て、出張というか、ちょっと、なんか、大きい会社の勉強会みたいな行ったりとか、それで休みって言いつつ、それにも参加して、お金も自分負担で参加したりとかしてた。そう、だから結構大変だったんですよね。でもだから、何も考えられてなかったんですよ。ご飯も二の次だったし。結構ね、体も変なんだってたと思うんですよ。変なっていうの？いや、だから睡眠時間がそもそも取れてないのもあるし、はいはいはい、なんか考えがおかしくなってたんで、仕事しかしてないし。はい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 、はい。もう後半辞める寸前とかは、体調が本当におかしくなってて、はいはいはい、仕事しながら鼻血出しながら、いや、やばい、仕事してたんですよ。やばい、ホラーじゃん。いや、本当に。へぇ。え、そうなんだ。社長にはその、一発目で言うときなんか、いや、すいません、もう無理ですっていうのと、あとはもう、いろんな理由こじつけて言わないと無理だろうなと思って、はいはい、もう一回実家に帰って、みたいな、そういう実家の話とかもして断りきれないようにして、なんとかやめてやろうと思って。そしたらどういう感じで帰ってきて？いや、もう辞める人間は辞めていいっていう人なので、まあそういう業界だったしね、辞める離職率も結構すごい業界だったんで、まあいいかと思って。はいはい、給料は振り込まれました？給料は振り込まれましたけど、そもそもそんなにもらってないので。あ、そっか。だってその当時で手取りで12万とかしかもらってなくて、で帰ってもない家にバイトやん。いや、本当にバイトの方が高かったんですよ。だから俺何のために仕事してるんだろうって、はいはいはい、正社員で入ってる時にバイトの方が給料もらえてたのでかなり違うよね。バイト時給1200円とかでバイトしてて、学生バイトみたいなの雇ってたんですよ。はいはいはい、だから、そのバイトさんめっちゃボケようとしながらバイトして、はいはい、時給1200円分で何時間働いて帰るわけじゃないですか。はいはいはい、だからめっちゃいいなと思って、俺もバイトがいいなと思いながらやってたわけですよ。はいはい、そう。だからそういう格差もありつつ。やばー。そう。そういうのを、その2011年ぐらいだったな、はいはい、時期的に思うとって思って。2011年、12年とか、そのぐらいの時代だったかなっていう。職場出て、もうとりあえず、解放になったわけじゃないですか。はいはいはい、いや、まず、もう、あれですね、泥のように眠るってこれかってなりました、ね。あ、そうなんだ。やったんだ。だって、寝れてなかったので。うんうんうん。あ、なるほどね。そうですよ。え、寝た後どうしたんですか？いや、記憶がないんですよね、もう
方だからで、ね、帰って、はいはい、あーって息ついて、はい、もう気づいたらどれぐらい経ってたんだろうぐらいな感じだった覚えがあるので。へ、その次は何でした？寝て起きた時。いやもう覚えてないですよ、10年以上前、ちょうど10年ぐらい前なんで覚えてないですけど、まあ、そんな感じでしたよ。まあ、でもやめた後って気持ちいいっすよね、瞬間。もういや、早くやめな、早くやめなっていう。親ともずっと連絡してたんですけど、はいはいはい、もう無理こんなのっていう。はいはいはい、でも、本当に最後の最後は、うん、もうだから、親とも連絡取ってなかったし。あ、だからもう本当自分の判断で受けたんです、うん、すごい。でも、自分の判断っていうのもあるし、連絡っていうのも頭にもう考えがなかったんでしょうね。へぇー。病んでましたね、当時は。うわぁ、黒歴史というか。いや、黒歴史というか。あ、でもみんな何かしてあるよね、そういう。うん、結構鼻血出しながらやってるの。いや、同じ立場になりたくないですよ。自分はありましたけど、そういうの。なんか、あ、こっちの方がひどいか。うん。鼻血出しながらさすがにないわ。結構ありましたね。へぇ。で、他の社員さんもいるわけじゃないですか、はいはい、他の社員さんとかはもうなんか病気抱えながら頑張ってる人いたんですけど、もうなんか出張でどっか行ってくる帰りにもうマジで頭痛くて死にそうっつって、なんかどっかの途中駅で降りて2時間3時間して戻ってきてまた仕事しててみたいな、もう病院も行けないんだと思って見てたりとか。今あるの、うん、その会社。一応まだあるとは思うけど、摘発されてない。いや、多分、ね、そういうのやり始めたら多分、ね、多分あれでしょうけど。多分、その時代だったからやってただろうなって。今多分だいぶ変わってんじゃないかな。なんか変わってそう。うん。さすがにね、今でそれやったら。とは思うけどね。なんか、上が育たない、下が育たないか。下が育たないっていう。で、入れ替わりも激しかったから、入った当初はなんか希望に満ち溢れて入りましたけど、なんか、あれ？なんか、やたらと、前見てた人がいないなとか結構あったんで。それ入社前に気づく、あの入社前にインターンシップで入った時にいた人がもういなくなってたりとか、うん、やばあったんですよ。そういうのもあったりとかして、はいはいはい、まあでもある程度、まあ、こういう業界っていうのも自分も覚悟して入ってるから、はいはいはい、そういうもんだろうと思って入るんですけど、はいはい、それ以上に上を越えてくるともう何も考えられなくなってくるっていう感じだったんで、なので一番その時期が思い出深い時期だったんで、はいはい、いろいろ思い出しましたね、この日本柱の会きっかけで、はいはいはい、っていう感じですかね。まあなくてもまあ確かにいいかっていう感じのあれなんで、うん、ただめんどくさいのは改めて AKB モバイル今入ってなかった気がするんで、うん、改めて入らなきゃいけないのだけちょっとめんどくさいなとは思いましたけどね。そんな感じですかね。どうなんだろう、今まで日本柱が入ってる人結構いるのかな、わかんないですけどね。うん、NGT ファンだったらあんまり入ってない人もいるかもしれないし、はい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 、当時インターネットがなんかすごい流通し始めて AKB ネットみたいな、なんかそこに入ると日本柱の会も入れてインターネット回線も一緒についてきて、ついてきますみたいな、なんかいろんなことやってましたね AKB。 確かにっていうのも思い出しました。へえ、そんな感じです。やば、はい、10年前の話です。10年前の、まあだから当時一番 AKB にハマってた、まあ今もハマってないわけじゃないですけど、一番音楽的に AKB とか動画見漁ってた時期、その時期かなみたいな感じでした。なあ、それは簡単に抜けるのためられますね。そうですね。まあ自動的に多分2022年の12月になったら自動的に抜けることになるのかなと思うんで、まあ、それまでは一応権利もついてるし、はい、まあ、まだ持っておこうかなというふうに思いますけどね。うん、はい、そんな感じです。はい、終わります。